ね、こんにちは。韓国オーディション芸能専門のキムです。今日は作曲家の話をちょっと準備しました。皆さん、ニュージーンズの曲聴いてますか？僕も大好きで、もう本当にずーっと聴いてるんですけど、これだけ曲とかでハマった女性アイドルグループは本当初めてです。で、ニュージーンズのお父さんプロデューサー、イオゴン、250って書いてあるんですね。この写真の右の方なんですけど、本名がイホーヨンです。1982年生まれで41歳の方ですね。名前がイホーヨンですけど、これが数字でイオゴン。イオヨンと結構似てるから、その名前を250っていう風にやってるそうです。ニュージーンズ曲ほんといいですよね。ビートもそうだし、サウンドも新しいのがたくさん聴けて、めちゃくちゃ聴いてて楽しいし、新鮮です。新鮮ね。で、やっぱ曲を作った人が、ちょっとやっぱり気になっていろいろ調べたんですけど、この方で、ちょっと紹介しますと、バナーエンターテインメント所属だそうで、ここが SM 出身の方が、社員とか職員とかわかんないんですけど、このエンターテインメント会社を設立したみたいで、よく、ここに所属されてるプロデューサーの方も SM のアーティストの曲を、よく作業してきたそうです。例えば NCT とかですね。で、そういう方多いんですけど、最初はこの方も結構ヒップホップのメインのプロデューサーだったんですけど、今は K-POP をよく作ってるみたいで、いつもすごく新しいサウンドに執着するかのように探し求めてるそうで、今は、最近までは韓国のポンっていうジャンルがあるんですけど、約4年間そのポンだけ研究してこだわってきたそうです。ポンは日本語にするのはなかなか難しいんですけど、すごく、リズミカルな韓国のめちゃくちゃノリのいいトロットって感じで思ってくれたらいいと思います。どっちかって言ったら若い人よりは、ハラブジハイマにおじいちゃんおばあちゃんとかが聞くようなジャンルだったんですけど、それを K-POP でこうやってこう、なんていうんですかね、うまくミックスしたらすごく当たったっていう感じですね。で、ニュージーンズのディトーとか ETA とかを作ってるんですけど、それ聞いてもらったらわかりますよね。すごくリズミカルじゃないですか。で、その中でしっかりメロディーとかも載ってて、結構韓国の人が好きな要素を結構入れてるんじゃないかなと思います。バナエンターテインメントって上場してますかね？ちょっと株買おうかな。これから高くないとか。じゃあ、こういうプロデューサーの話をしてみました。アイドルを作っている人たちの話もしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。감사합니다。